どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。ワンダーランズ、今回はこちら、レジェンダリーピストルのクイーンズコール、性能と入手方法をご紹介します。ボーダーランズ3にもクイーンズコールってあったんですけど、それとは性能の違う別物になります。ではまずは、性能から簡単に見ていきましょう。フロートタイプのピストルで射撃モードを切り替えることでジップロケットを打てます。まあ、ロケットの方はあんまり使わないと思います。 ワンショットごとの弾薬消費数は2発なので若干弾の消費が激しめです。 でこれは特に書かれてはいないんですけど発発ずつごとに弾が3発飛んでいきますそしてこの武器の最大の特徴としてはクリティカルヒットでで敵の上に氷塊が生成されますでその氷塊が敵に向かって降り注ぐ感じなんですけど近くに他の敵がいるとそっちに飛んでいくこともあるのでおそらくなんですけど生成された氷塊に一番近いところにいる敵に向かって飛んでいくのかなと思います。 ただちょっとまだよく分かってないところもあって氷塊が生成される条件クリティカルヒットは関係してると思うんですけどクリティカルヒット1回に対して評価が1個生成されるっていうのとはまたちょっと違う感じがするんですよね。例えばクリティカルヒットが出るたびに確率で評価が生成されるとか何かしらある感じがします。 武器の素の火力は若干控えめではあると思うんですけど氷価も合わせた総合的な火力で言うと結構戦えるレジェンダリー武器だと思いますそれでは入手方法です自分の場合はこちらカオスチャンバークリア後のガチャピストルのカオスバニーから出ました多分ワールドドロップの武器だとは思うんですけどねちょっと調べてみたんですけどもしかしたらカオスチャンバーの4体目の隠しボス創造主からドロップの確率がちょっと高いかもしれません それでは実際にクイーンズコール見ていきましょう。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、こんな感じで1回の射撃で3発飛んでいきます。ジップロケットはこんな感じ。この射撃モードだと、氷塊が生成されないっぽいので、多分基本的には通常の射撃モードで運用していく感じになると思います。では、通常の射撃モード、1発ずつ撃ってみてるんですけど、こんな感じで氷塊が生成されないことがあるんですよね。 クリティカルヒットは関係してると思うんですけど確率なのかな連射すれば大量に氷塊は生成されますちなみにこの武器のちょっとした欠点としては腰打ちがちょっとブレますあと球が3発ずつ飛んでってるんですけどそんなにまとまって飛んでいくわけではないのでちょっと離れた時に前段ヒットっていうのが難しいですまあ近距離だったりとか大型のボスであれば全く問題ないと思います 射撃と氷界を合わせた総合的な火力が結構高いので強力ですあとはちょっと敵との相性もあるかな例えばルチャンスとかゾンボスとかサイズ感がそこまで大きくなくて動き回るタイプの敵は氷界がうまく当たらなかったりもするんですよねなのでそういうタイプの敵とは相性が微妙かもしれません逆に大型だったりそんなに動かない敵にはかなり相性がいいと思います 結構面白いレジェンダリーピストルだと思いますので、よかったら入手して使ってみてください。はい。ということで、今回はクイーンズコールご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。